皆さんこんにちは。専門家ならではのレビューをお送りしていますしずる TV です。本日の専門家はスキンケアアドバイザーの山浦恵里さんにお越しいただいております。山浦さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はポーラさんからリンクルショットメディカルセラムをお借りいたしました。今 SNS で話題沸騰中の商品です。こちらを山浦さんに実際2週間使っていただいて、使い方や独特なレビューをお伺いします。今日ご紹介するのがこちらのポーラさんの、リンクルショットメディカルセラムという美容液なんですけど、こちらが初めて発売されたのが2017年、だから3年前になるんですけれども、その当時はですね、もうシワに有効な成分っていうのをポーラさんが独自で開発したニールワンという成分を配合した美容液としてすごい大ヒットした製品になります。でこの3年間でさらに研究が進んで、シワのこのこう 深いこう溝ができるメカニズムが傷と同じっていうのを発見して、そこに作用する成分をさらに配合したっていうのと、さらに保湿成分もたっぷりとこう入れてる美容液にリニューアルして、2011年の1月に新しく新発売する美容液になります。シワの傷と一緒っていうのを初めて知ったんですが、具体的にどういうことなんですか？このメカニズムがですね、また面白くて、シワを傷と勘違いするらしいんですね、私たちの肌っていうのが。で傷ってできた時にそこを修復しようと思って、で好中級エラスターゼっていう酵素がこう発生するらしいんですね。でそれが修復に作用してくれるらしいんですが、真皮層まで傷ついてしまうと、そこのコラーゲンとかエラスチン そのタンパク質も分解してしまうらしくって、それが分解されてシワとかになってしまうみたいなんですね。でそこを好中級エラスターゼっていうのが作用するのを弱めてくれるのが、ポーラさんが独自で開発したニールワンっていう成分なんですよ。でさらに今回リニューアルして、その好中級エラスターゼ自体の発生を弱めてくれるのと、傷ついたコラーゲンとかエラスチン、繊維が細胞をこう活性化してコラーゲンとかエラスチンをさらにこう修復してくれる力もあるようなので、実際にその修復の段階まで考えられて作られたのが今回の新しい美容液です。日本の科学技術がすごい結集しているんですね。いやもう科学の力がもう本当にすごいなっていう感じですよね。実際2週間使っていただいたんですよね。どうでしたか？はい、実際にあの2週間ちょっとぐらいですかね、使わせていただいたんですけど、私は実際もう結論から言うと 2,3 日ぐらいでこれはちょっとすごいかもなっていうのを実感して、っていうのもちょっとこれですね、あの固めのクリームタイプの美容液なんですけど、そのなんだろう、こう質感が多分すごい絶妙で、シワのこの溝のところにこう蓋するように埋まってくれるような感覚があるんですね、まず塗った時に。なのでそれでなんかこうシワが目立たなくなってるような、もう塗った瞬間で結構感じられました。で実際に使っていくうちに保湿成分も結構たっぷり入ってるので、この後実際にミルクつけたりとかクリームつけて使われる方多いと思うんですけど、そんなにたっぷり使わなくても結構これだけでも保湿されてる感じがあって、実際にこう内側からちゃんとあのコラーゲンとかエラスチンっていうのがこう修復されてふっくらされてる感覚がやっぱり2週間ぐらい使ってありました。なのでちゃんと使い続けていけば、なんかこうシワが薄く実際に本当になっていくんじゃないかなっていうのをなんかこう感じるので、もうちょっと使い続けてみようと思います。長く使い続けていると SNS で話題の企画写真みたいになるんですかね？そうですね、あの研究員、実際に男性の40代の男性の方だと思うんですけど、研究員の方が2017年に発売されるまでに15年16年ぐらい研究に時間かかったんですよね。その40代の男性の研究員の方が実際に自分の顔を実験台にして、半分片側だけ使ってこう試してたらしいんですよね。でそれが SNS に実際にそのビフォーアフターとして写真で載ってるのを見た方もいらっしゃるかと思うんですけど、見ていただくと全然違うんですよ、右と左で。なので
やっぱりこう使い続けることに結構意味があるのかなっていうふうに思いましたね。実際に40代50代の方がシワとかたるみって気にされる方多いと思うので、ね、使い続けるだけであそこまで改善されるっていうのがもうこう証明されてるとちょっと期待持てますよね。使い方なんですが、流れとしては最初にローションだったり化粧水をつけていただいた後にこちらの美容液を使っていただく流れになってます。で、塗る場所は左右の口元だったりとか、あと目尻とかおでこが結構シワができやすい部分だと思うので、そちらに皆さん塗っていただくかと思うんですけど、一部分に対して米粒一粒大ぐらいのようです。なのでつけていただいて、このシワに対して直角に塗り込むようにして伸ばして塗っていきます。こうアイロンをかけるようなイメージなんですけど、服のシワってこうシワに沿ってアイロンかけるっていうよりはシワをこう切るように伸ばしていくと思うんですが、これを塗る時もそれと同じようなイメージで直角に塗っていきます。で、指に取って塗っていただいてもいいですし、さらにこの美容液すごいのがですね、肌にこう綺麗にフィットするような形状になってるんですね。なので実際にこう肌に当てて、こういう目元だったりとかおでこのところはシワが長いと思うので、そこに沿ってつけていただけるような形になってます。小原さんは実際にこちらの商品いかがでしたか？そうですね、こちらなんですけど、結構やっぱりシワの改善に特化した美容液とか製品、化粧品とかってなると保湿をすることでシワを改善していくっていうコンセプトで作られる美容液だったり化粧品が多いんですが、こちらは実際にその傷のメカニズムまでしっかりとこう長い時間をかけて研究して、で独自の成分も開発したりだったりとか、パッケージにも思い入れがあって作られた美容液になるので、もうシワ改善に本当に特化した美容液だと思いますし、実際に使ってみてもこう継続して使っていくと絶対にこうなんか効果が出てくるんじゃないかなっていう、なんかこう確信が持てるような製品だったので、私も実際にちょっと続けて使ってみたいと思います。天然が来てからのイメージなんですけれども、何歳ぐらいから使った方がいいんですかね？私の感覚としてはもう気づいた時から、ちょっとこうシワが気になるなって気づいた時からもう使っていただくのが、やっぱりお手入れって一番効果が出るタイミングだと思うので、実際にシワとかたるみとかっていうのは40代50代ぐらいの方がこう一番気にされて何かこうし始めるっていう方が多いと思うんですけど、20代の方とかでもやっぱりこうお肌の曲がり角もう過ぎてますので、もうちょっとなんかこうシワできてきたなって実感した時からもう20代の方でも使っていただけると、より若い方の方がやっぱり修復効果が早かったりするので、実際に私もギリギリまだ20代なんですが、効果を早くこう実感してる部分もあるので、ぜひぜひ20代若い子も使っていただきたいなと思います。本日はミンクルショットメディカルセラムのご紹介でした。山浦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。しずる TV では、様々な専門家をお呼びして、専門家ならではのレビューテクニックを紹介しています。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは、また。